岸シユタの飛べカニュートナンバーアイ結成、ファンの応援と疑念。日本のエンターテイメント界において、アイドルグループのメンバーが事務所を離れ、新たなステージに立つことは、しばしば大きな話題となります。特に、ジャニーズ事務所からの脱退を選択したキシユタのケースでは、ファンたちの間で様々な感情が交錯しています。 今回の記事では、シユうの飛べカニューとナンバーアイ結成について、ファンの反応を取り上げ、その理由を明らかにします。1、シユうの飛べカニューとナンバーアイ結成。10月15日、シユうはエンターテイメント会社、飛べへの介入を発表し、同時に新グループ、ナンバーアイの結成も報じられました。 この発表は、岸優太がジャニーズ事務所を退除してからの去就について多くの注目を浴びました。この新たなステップは、岸優太にとって大きな決断であり、彼自身の音楽とエンターテイメントへの情熱が詰まったものと言えます。グループ名、ナンバー・アについて、岸優太は一番を目指すのは大切なことですけど、何より大切なのは道筋。 その中で、いかに僕たちらしく楽しめるか、ファンの人たちと一緒に楽しめるかっていうのが愛の一つ。引きで見ると、ナンバーワンにも見えるじゃん。オンリーワンで、ラブの愛にもなると語っています。この名前には、新たな挑戦と愛情が込められていることが伺えます。2、ファンの反応。 ナンバーアイ結成に対するファンの反応は応援派と会議派に二分されています。ファンたちにアンケートを実施した結果、応援できると答えたのは332票と約66%、応援できないと答えたのは168票と約33%という結果が得られました。応援できる理由。 それぞれが決めた道、岸シユタとナンバーアイの活動に賛成する意見の中には、彼らが自らの道を選んで進んでいることに対する指示が見られます。ファンは、岸シユタがテレビで元気で明るい姿を見せていたことから、彼の活躍を期待しています。キンプリ解体は事務所のせい、一部のファンは、 キング・アンドプスの解散がジャニーズ事務所の方針に起因するものと考え、シユうと戸ベの新たな活動を応援し、彼らが新たな歴史を築いてほしいと考えています。また5人で揃う姿が見たい一部のファンは、かつてのキング・アンドプスの5人組を応援し、彼らが再び一緒にステージに立つことを願っています。この願いは、ファンの愛情と期待が詰まったものです。 応援できない理由。まだ受け入れられない。一部のファンは、キング・アンドブスのメンバーとしてのキシユータを未だに愛しており、新たなプロジェクトへの受け入れが難しいと感じています。彼らは自分の気持ちが収まるのを待つつもりです。キンプリを抜けた意味は一部のファンはなぜキング・アンドブスを脱退したのか、そしてその後の活動に対する疑問を抱いています。 また、シユータとナンバー・アイが個別に活動せず、グループとして活動することについても疑念を抱いています。残ったメンバーやファンに対する裏切り、一部のファンは、長瀬角と橋山がキング・アンドブスとして活動を続ける中、シユータと戸ベが新たなプロジェクトを進めることに対して、裏切りの感情を抱いています。 彼らは特に金プリの残ったメンバーに対する気持ちを強調しています。3. 結論。岸優太の飛べ加入とナンバーアイ結成に対するファンの反応は賛否両論が存在します。一部のファンは岸優太とナンバーアイの新たな挑戦を応援し、彼らが自分たちの道を歩んでいることを尊重しています。 一方で、キング・アンド・スとしての活動に未だに慣れているファンは、新たな展開に対して疑問を抱いています。シユータとナンバー・アイには、今後もファンたちの期待に応える活躍を期待しています。